次に斉藤アレックス君。斉藤君、はい、ありがとうございます。私からも冒頭、昨日の深夜、また未明にかけて地震の被害に遭われた方にお見舞い申し上げたいと思います。また行政関係の皆様、またライフラインを維持されている職業に就かれている皆様におかれましては、夜を徹して職務に当たっていただいていましたこと、また今も当たっていただいていますこと、心から感謝を申し上げます。それでは時間も限られていますので、早速質問に入らせていただきたいと思います。前回の委員会の場でも山本委員から質問がありましたけれども、運動員の方々や事務員の方々に対する報酬が平成4年から上がっていないという点に関して、私も関連で質問させていただきたいと思いますけれども、これかねてから何回か質問がなされていまして、その際に、この前の3月10日の委員会の場でも、総務省からの答弁では、選挙に報酬の基準額については、金のかからない選挙の実現という観点も踏まえる必要があるということを、毎回ご答弁で枕言葉でつけられているんですけれども、この意味について少し教えていただいてもよろしいでしょうか。森選挙部長。お答えを申し上げます。公職選挙法におきましては、従来から例えば選挙違反等々、あるいは買収等々の問題がある中で、類似の改正が重ねられ、罰金の引き上げや連座を設けるなど、さまざまな改正がなされて、要は選挙そのものにお金をなるべく投下しないように、お金のかからない選挙というものを作り上げるように、従来から取り組まれてきたものと、そういうことで理解をしているところでございます。斉藤君。はい、お金がかからない選挙というのはとても大事なことだと思いますけれども、こと報酬に関して議論する際に、そのお金のかからない選挙を実現するために報酬を低くするような話になってしまっては、これは労働を軽視するとか、労働者の方々の権利を軽視しているようなことにもなりかねませんので、そこはちょっと切り分けて考える必要があると思っています。例えばアメリカでは候補者本人がテレビの広告枠を買って広告を流すということが自由にできますけれども、お金をかからない選挙ということで、日本ではそういうことをせずに政党ごとにということになっておりますし、ビラの枚数に関しても上限を設ける、ハガキの枚数に関しても上限を設けると、お金のかからない選挙というのは、こういった活動をある程度制限して一律にすることで資金力に差が出ないようにするということだと思いますけれども、報酬、お金を払ってその専門的な仕事をしてもらう方に対して、その報酬額に上限を設けて、それでお金のかからない選挙というのは、これは議論が違うのかなと思っていますし、しっかりと労働の対価に関しては払っていくということが必要だと思っておりますので、そういった観点で、これは各会派で、国会で議論するべきことだと思いますけれども、そこはしっかりと把握を、理解をした上で、議論していかなければならないというふうに考えております。で、ちょっと具体的な話になりますけれども、例えばこの事務員の方に対する報酬額の上限なんですけれども、改めて今の上限額を教えていただいてもよろしいでしょうか。森選挙部長。お答え申し上げます。選挙運動はその原則として無報酬で行うものとされている中で、お尋ねの選挙運動のために使用する事務員など、一定のものに限っては、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た上で、一定の人数、金額の制限の範囲内で報酬の支給が認められています。この選挙運動のために使用する事務員の範囲ですが、その選挙運動のために使用される者のうち、選挙運動に関する事務に従事する者を言い、ただし選挙人に直接働きかける行為を行う者は含まれないというところでございます。それで、その事務員の報酬の基準額でございますけれども、現在はその平成4年に各党の議論を踏まえて、報酬の基準額の見直しが行われ、現在1万円以内とされているところでございます。斉藤君。
すいません、ちょっと金額は聞こえなかったんですけれども、あの事務員の方の、あ、すいません、これ、例えば8時間とか、まあ、労働時間によっては変わりますけれども、労働時間によって計算すると、今、最低賃金が全国で上がっているところがあって、いくつかの都道府県では、いくつかの県では、最低賃金を下回るというような状況にもなっていると思いますので、まあ、そういった意味でも改めて、これは再検討が必要だと思いますので、また、各会派の皆様とご議論をさせていただきたいと思います。以上で質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。次に。